台風十一号ですが、今、対馬の北の海上ですね。まもなく朝鮮半島に上陸する恐れもあります。そして、その後、日本海に抜ける見込みです。 現在大型で強い台風ということなんですが海水温が高いために昨日の朝からずっと大型で強いという勢力を保っていますそして今が九州北部に最も接近している時間帯というふうに言えると思いますただあの5時から6時というところが最接近時刻多いですのでこの後台風は少しずつ離れていくということになりますただ油断はしないでください というのは、台風通過後も吹き返しなどの暴風に警戒が必要です。また、波が高い状態は長時間続きます。また、警報も各地に出ています。まず、暴風警報ですが、福岡県、山口県、佐賀県、長崎県の全域に、そして、波浪警報、九州北部の沿岸部すべてに出ています。また、大雨警報が、えー、長崎県の池、津島など、また唐津や、 佐賀市にも出ています高潮警報が出ているところもあります引き続き警戒を